難航する産業廃棄物の最終処分場の建設計画が新たな局面を迎えました。産業廃棄物管理型最終処分場の設置許可申請書を提出いたします。どうぞよろしくお願いします。今日、鳥取県環境管理事業センターから県の担当者に申請書が手渡されました。廃棄物処理法に基づき、米子市淀江町に最終処分場の設置許可を求める申請で、鳥取県はこれを受け、環境への影響を独自に評価する専門家会議を設置して審査することにしています。環境への影響、そういうふうなものに対しまして、専門家会議なるものをちょっと立ち上げさせてもらって、そこでしっかりと審査させていただきたいと。鳥取県内には産業廃棄物の最終処分場がない状況が長く続いていて、第三セクターの鳥取県環境管理事業センターが1994年に設立され、最終処分場の建設を目指し、候補地の選定などを進めてきました。これまでセンターは旧青谷町など4カ所に処理場の建設を申し入れていましたが、いずれも交渉は難航し、計画を断念。そこで2008年、災害からの影響が少ないなどの点から淀江町小波地区を候補地とする計画を打ち出し、2015年の稼働を目指していました。しかし、住民からの反対の声はやむことはなく、環境汚染の恐れから住民グループによる白紙撤回の要請も。白紙撤回を求めて更新をしております。さらに市長の説明責任を問う声や地下水調査に対する抗議デモまで。2020年には初めて専門家による地下水の調査が行われました。調査の結果、建設予定地の地下水が生活用水の水源に流れ込む可能性は極めて低いと報告されました。こうした中、今日、設置許可の申請が出され、最終処分場の建設をめぐる問題は新たな局面へと移りました。対策的なところと、それから住民のご理解、これについてですね、一定の整ったということからですね、許可申請という次のステージに入るということになりますが、引き続きですね、住民の皆様にはですね、お問い合わせ、ご意見等については真摯に、そして丁寧に対応してまいりたいと。技術的な部分の適合でございますとか、あと周辺環境の影響、そういうふうなところを審査していくわけですけれども、安全な施設であること、それが一番だと思います。申請に対する処理期間は4ヶ月となっていて、鳥取県はこれから設置許可の審査を進めることになります。